小倉百人一首より、西園寺工業は、平安時代末期から、鎌倉時代前期にかけての苦行、歌人、内大臣、藤原稔衆の子、神は、十一位、大乗大臣、西園寺家の実質的な祖とされている。鎌倉幕府四大将軍、藤原頼常、関白二条領身、五佐賀天皇の中宮の子の祖父、四条天皇、五不覚佐天皇、 亀山天皇、五代将軍、藤原頼次の総祖,祖父となった、稀有な人物である。また、姉は、藤原定家の5妻で、定家の義弟でもある。小倉百人一首では入道前大乗大臣。自称三年十五以上、要は元年自重、樹英二年生五位した、文治元年越前賢介、左少将、同二年美前介、同三年十四位した。 同五年差の危険介、研究元年生四位下、同四年差中将、同七年増人等と昇進、同九年、十三未三義につき苦行に劣する。正士二年権越前ゴン森、県人元年生三位、同二年間中納言、同三年十二位、えもん、ただし、左えもんの、ただし、研究三年中納言、県営二年生に意見大納言、上元五年間中宮の大部、 憲法六年代納言となり、東宮大部を兼ねる。源の頼朝の姉妹、某門姫とその夫一条、吉康の間にできた政子を妻としていたこと、また自身も頼朝が交遇した、平頼森の彦であることから、鎌倉幕府とは親しく、上級元年に三大将軍、佐根友が暗殺された後は、外村にあたる藤原頼常を将軍後継者として下校させる。 運動の中心人物となった。同年右大将、右馬塚三五官同三年、上級の乱の際には、言葉上皇によって遊兵されるが、事前に、乱の情報を幕府に知らせ幕府の勝利に貢献した。乱後は、幕府との結びつきを強め、内大臣、上王元年に、大上大臣、翌上王二年には、十一位に昇進し、無この休場同化とともに、 朝廷の実権を握った。また、関東申おし次に就任して、幕府と朝廷との間の調整にも力を尽くした。同家の外孫である、四条天皇が報じると、工業の孫西恩寺後、五佐賀天皇の中宮の都市、古書生の旧二親王を皇太子とした。以後、西恩寺家から中宮のを出す官令の先駆となると、共に、寿命院党が幕府と近い関係を持つきっかけとなった。 晩年は、政務や人事の方針をめぐって、どうかと不仲になったが、どうかの後に接官となった、この絵か常ねとどうかの娘を縁組し、さらにどうかと不和であり、工業が養育していたどうかの次男の二条良美を、その後の接官に据えるなど朝廷人事を思いのままに操った。漢元2年8月29日に隠れ後、去年74。書生は卓越していたが、 幕府に追従して、保身と外欲の充足に救急とした官物と評されることが多く、その死に臨んで、平常鷹も世の関心と日記に記している。なお、西恩寺の加盟は、この藤原工業が現在の六恩寺のあたりに西恩寺を混流したことによる。工業の後、西恩寺家は鎌倉時代を通じて関東申し継ぎとなった。 進捗線は歌手に選ばれた以下の一種が、小倉百人一種にも選ばれ広く知られている。入道前大乗大臣に関するカテゴリー。ありがとうございます。